期待値、そんなもの本当にあるんでしょうか。2回目の検証です。メガカスのヤーマンです。前回スマスロ朝一リセット狙い検証させていただきまして、思いのほか反響がですね若干ありまして、コメント欄にですねこの企画続けてほしいと、若干なんだけど多かったですよね。その期待に応えてですね、本日第2回目を開催しようと思ってやってきております。前回は3台打ちまして、合計ね3回ダッシュに入れて結構負けたんですよね。ネタバレになるとはちょっと嫌だなって方はですね、概要欄からちょっと飛んで前回の動画見てください。先に見てくださいね。ということで合計収支の方がこちら。本当に期待値はあるんですか皆さん。これ本当になんかねノートとかで期待値ありますよ朝一はみたいな感じで言われてるらしいんですよね。あるんでしょうということで、とりあえずねライバルがいないことを祈って頑張って今日は耕していきたいと思います。目標ね合計10台までいきたいね。10台でプラスになるかどうか、まあ、今日ね最後までこなせるかわからないですけれども、爆練してねなんとかやっていきたいと思います。そして前回ねいろいろコメントいただきました。天井だと GB レベル1個上がるよとかの教えていただいたんで本当にありがとうございます。ちょっとわからないことも、ね、たくさんありますんでね、ぜひねコメントでご意見いただけると次に反映されますので、助言もいただけたら嬉しいです。それでは本日メカガス頑張って参ります。このカスタムでさあ始まりました、スマスロセイントセイヤ朝一カニ歩き企画。コメントをたくさんいただきまして、続けてほしいと頑張ってほしいというふうにコメントいただきましたんで、第2回目本日やらせていただくことになりました。前回合計3台やりまして、できたらね、まあ、第3回目までいくかもしれないですけど、10台を目標にして最終的にどれぐらい勝てるのかというのをね、このままね最後プラスになるのかどうか、セイントセイヤの朝一は勝てるのかどうかというのを検証していきますので、本日も応援よろしくお願いします。148で12球、そして今日チェリー、これ末かな。ないね。さらばだ。どうだ。全然たまってないね。とりあえずここはたまらず。どっちみち前日も当たってないんで、もしかしたら前日ちょっと回ってたら据え置きでも何でもリセットの可能性もあるから超ポジティブ。2枚目です。頼むで。来ました。おそらくこれ300のところのゾーンなんだよね、これ。やったぜ。さあゲーム数から当たりました。早くて助かった。まず腹痛解放はなし。頼む。お？大会をかける会はシーホースバイアン。左だ。バイアン。よしこれあるぜ。よし。奇跡。さあここで通さなかったらもう意味ないからね、この気持ちに。頼むぜ。チャンスはないけど。ここ自力だからな。
かねえ、豚かすかねえ。おい、引いたんだぞ俺。頼む、助けて。なんてだ。皆様、せっかく境地で引いたのにすみません。ただ GB レベルも不屈もなさそうなんで移動します。リセットだけはしててくれよ。2回目。待て、まだ83回転。このチャンス、ちょっと待って、俺何も引いてないんですけど。さあ、12球いかずに天国的なものあるのここで。俺は戦います、信じる者のために。さあ、俺も戦います、リセットを信じて。87ゲーム穴です。2代目来い。いや、お前か。全てを貫く黄金の矢、やばいな。振り下るクリッショナ、リセットしてないのかな。いや、中攻撃大丈夫でしょう。中だから、中でやられたらもう何でもやられちゃうよ。中だもん。はい、青。いつもらしい。何をやってるんだ。来たー、奇跡。さあ、奇跡が起きました。15回転。もう一回、奇跡のリベンジ戦。またお前か。黄金の槍、やめろよ、やめろよ、マジで。中攻撃デジャブ聞いたけど、ジャック、これで負けたらデジャブ、デジャブやん。今回打った時はね、おそらく前立だったんですよ、ね、僕もそう思って今日来たんですけど、もう1台は当たってます。朝1台なので、この台は多分良かったと思います。これがこのお店ラストの朝一台です。これにかけます。前日でゼロなのがちょっと怖いけど、これラッシュ欲しい。この台朝一のガックンしたっぽい感じがして、このポセイドン出てきましたね。これはありそうだね。ジェネラルバトル、早めに当たってくれて嬉しいんだけど、どうなんでしょうか。現在ですね、一昨日から据え置きだと4スルーなんですよ、ね、なのでワンチャンこれスルー天井まで目指さなくちゃいけなくなるじゃないですか、末なら。さあ、スルーじゃなくてリセットの方のやつが欲しい。60もう行ってくれ。よっしゃ、サップ OK。 おっ、流星拳、水星拳。いや、ここでは決まらない、さすがに決まらない。 60% でも行こう。チャンスアップがない。ここの壁、やめろよ。おい、ここで強制よ、ここ。一旦作戦会議します。ここで一旦作戦会議、どうすればいいですか。僕以外が座った朝一台がリセットっぽいんですよ。3台ともリセット恩恵を取れてないのか、リセットじゃないのか、僕には判断がつきません。前回はオールリセットの挙動が僕の中ではできてたんですよ、分かったんですよ。ただ今までで、ね、こうね、スマスロでリセットじゃなかったっていう日なかったんですよね。今日に限ってはなんか、あれ、リセットかクエスチョンみたいな感じの状況となっております。これリセットでただ取れてないだけだよっていう声ももしかしたらあるかもしれないんですよ。今やめたら、ちゃんと企画通りだったら19系負けでした、次明日やりますっていうことも考えられるんですけれども、今打ってる台がもし末だったら皆さんどうします。これ終始的に抜きとしても
打つべきですかね。4スルー目、皆さんならどうします？考えたら行った方がいいんじゃないかなって僕思ってるんですよね。とりあえず今日このままもう一回この60%だけは、セイントラッシュ取れるまで打っていこうかなというふうに思います。皆さんのコメントでですね、これは終始入れない方がいいとかいうのがありましたらぜひ書いてください。まあ僕収支がプラスになったら収支に入れる予定ですけど、とりあえずラッシュに入るまで頑張っていきたいと思います。続行ラッシュジェネラルバトル武田頼む。お前か東軍中から変わらず、マジかマハロシリーだけはダメだって言われてるもん。あいつに勝ったことないわ俺。さあたまってない、たまらずここです。134ゲーム数からいきました。早い、見事だ。26,000全然上がらないね。さっけんだわ。どんだけ弱いの。不屈ショーかもな。全部リセットじゃなかったら7スルーだと思うんですよね。リセットじゃなかったら腹痛、おそらく勝負れたしもう追うしかないです。ここでですね、腹痛中出ました。やっぱこれリセットなのかな。なったのよこいつが。確定やると初めて聞きました。こんな感じに来るんや。なんかいいやつ。ブシュッ。ただの KP。 おい、これはある、これはだけダメよ。頼むよ。はい、ダメ。マジか。頼む、そろそろ頼む。はい、なんてやん。ちょっと待てよおい、最低保証に気が変えたみたいな、やめろよ。中止だぞ、中止、セーフ、ナイス、中止、俺の中止。俺の中止。ここ折れそう。ただ直撃のパターンってスルー回数に含まれないはずですよね。さらに2つあり、そうポジティブ、ポジティブできます。いけ、たまには乗ってよ。3度目のスイカ、たまにはええやん。ジャックしか来ない。よし、今日オッケー。誰だ、よいへ。中段チェリーの方が引く確率すごいんですけど、いや、
せば問題ない。俺のジェネラル。よし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 。大丈夫。いや、そりゃ中断チェリー引いてますからこっち。君、僕集団チェリー聞いたんだよ。こんなんじゃ終わっちゃダメ。あのスルーはスルーはついてる。4スルーだ。カーン、よっしゃ。おれここね、この後ね、まず解放はここはいらない。セーフ。いや、弱え。99 99。五感を奪う終焉のシンフォニー、セイレーン、ソレント。確率下がる。中攻撃。はいはいはい。ない。倒せる気がしない。この2回戦倒せる気がしないんだけど。これで勝ったことないの。やっぱりリセットなのよ。5スルーでしょ。前日は3回当たってるの。頼む、早く当たってくれ。ここ集団チェリーを引いて5枚目。次は9回目天井だと思います。さあ、ウィンと激アツしかない。天井です。ジェネラルバトル。来るなよ来るなよ。据え置きなんで。ありがとう。 99% 本人の役者スルー天井。バトル継続。マジで待った。マジで待ちました。ありがとう。まあ来るぞ。2500枚。ゲーム負け、ゲーム負け、フリーズ。マジで。まだまだ。オッケー。ほぼほぼ平均。これは普通で。これでいきます。これは熱い。
チャンス目から朝一リセット狙いの企画始めてから初のセイントアタックです。いやー第一停止いっちゃった、ほとんど俺でシューしか出たことないっす。引いたよ、ここで引いた。チャンス目、これどうなる。これあと乗せ、ありがたい。チャンス目の煽りが ないですね。えい、ありそう。さあ、シュー、ここで鳴った。ジャック、ジャックでこれは逆に熱いと。お、これ着地から煽りじゃねえか。これ着地からだよ多分。いった、ようやく久々のやつ。さあボスの裏は普通だから、ここで引いたよ。スイカ、アルデアルデのアルデバラン。さあパワー系、さすがにこんなんじゃ終わんない。アルデバラはこんなんじゃ終わんない。弱者からだよ。は？これ第一選手もあるよ。ナイデバラ。どうなってんのこれ。お詫びの10ゲーム。これか、これ今日チャンスウェブだと思います。終焉のシンフォニー、絶望のシンフォニー1306枚出てくれた。ただもうこれたまるのと腹痛中が出てますんで、もう一回いける。まだまだ俺は負けてない。速攻。さあ56ゲームポイントからやったぜ。ただこれだと腹痛たまったかがわからない。欲しい、ここジェネラルバトル、セイントセイヤ、やっぱりないよね。こっちでいきます。君は違和感を感じたことがあるか。君だ、だから左だ。目突破してるか。何なのよ、いっぱい止まった。さあ皆様お待たせいたしました。あとは当てるだけです。なんで最後の最後でこうなるの。追加投資して1000円、目が光った。みんなありがとう。投資51本、ありがとう。ちょっとみんな、リセット天井とは
またちょっと違うやり方だけど、約6時間くらいかけて、もうちょっとかな、カニ歩き3回目の AT ゲットすることができました。5000枚出せば2日分の検証期待値プラスってことになります。最後まで応援頼むわ、みんな行こう。もうね、こいつはもうこっちで行きます。右です。おアテナの声、左です、中です、動かない。かっこよすぎだろ。あとは出すだけだ。行こう。プッチュン。ないね。目標300。でかい。豚のひずめ、豚カスタム。豚カスタム。本日最高記録。いける。豚カスタム。今日の俺の限界は多分ここです。行こう。線乗せます。何も引いてないの言った。おそらくゲーム数行ってる。おこれ何も聞いてないぞ。レインボーってもう300、100以上とか300以上とかじゃないのこれ。これワンチャン戦時戦争あるぞ。豚カスタム。第一停止行かない。第一停止行った。レオ、アイオリア。なあ、戦時戦争はなし。ただレインボーだぞ。どうせ旬で30なんでしょって思ってました。行こう。まくりをかけた勝負。正義の剣受けよう。地域の牙タイトリングこれ強いんじゃない。強い技じゃない。10倍の300だからね。頼むぜ。あ、5セットプラス5セットだ。10連まではいく。これ強い技じゃない。さらに引く強制。待って、でも今の強い技でこれ多分追撃さらに効く。あ、20。さあ、これで103桁。
うわこれ何かあるよね。またこっから5戦だっけ。はい、ただで済むと思うなよ。やばい。いや、レインボーだったからね。こんなんじゃ終わないよ。まだ。まだでしょ。うわシルエル。そりゃそうよ。さあ、一周終わりました。二周目突入。もう規模だと100。これもやばい、また押しに。安心させて。やばい、マハロシには危険なのに。いや、レインボーは300まで行く、行かないかい。それでも十分200、ありがとう。さあ流れ変わって、ハズレ何も引いてないのに200取りました。そして先輩取った。ここで赤びっくり、幼稚園。さあ、スイカこぼしかと思ったらただのチャンスね。え、旬で外れ、こっちが来た。ちょっと待て、揃ったらワンチャンマジであるぞ。5000枚。まあゲーム数からいったけど、カットインも欲しい。ノーカットイン、そして発展。冷やかしか。一気。はい。いや弱いけどコスモを感じる。弱いけど復活。そうだよね、さすがに。さあ誰、さあ大聖師。いやー、一気さん出て、しゅんちゃん。はい、いつもより多め。何から、何も引いてない。さあ何も引かなくても今日は取れる。ああ、いつものしゅんちゃん。40、正解。むちゃくちゃ熱いだろう。チャンスね。2回目来た。頼む頼む、マジ頼む。そろえば俺マジまくりやる。頼む。はい、マジ。いいんすか。マジでまくりあるぞ、みんな。まくります。初めて行く、初めてやります。完璧なタイミング、中段チェリー、スルーテン上腹痛全部使った後に、これ。
目がついてる。そう、目が光ったということは、いや、瞬じゃわねえよ。第目が光ってからの評価。そしてスイカ、ホッパー、ここは行く。本体ここホッパー、目光っても50なんだね。いきなりちょっと強そう。何も引いてないんだけど、何これ。え、ハズレから300。やばい、もうわけわからん。誰だ、何も引いてないのに。さあ、さっきは50だったよ、目ん玉で。マジ相当薄いやつ。どうする、どうしようちょい押し、ちょっといくよ。はい、目がかすむ、やっぱだかすむ。いけ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 、まだこれはいいのか。ちょ、シルがやばくてちょっと酸欠です。スイカでスイカは出し、チャンス目から光った。さあ、誰が出てくるの。見ろ、出たよ。でも弁当が光ったからね、さすがに20はないんじゃないか。いや、さすがに20はない。あるんだ、弁当が光ったのに。上光った、連打人数初めて見た。レインボーまでやばい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 。これレインボー行ったら、もうこれ3桁以上確定じゃん、もうこの時点で。レインボー行ったら300、超えろ、超えない。300多分100。 OK、 スイカじゃない、チャンス目。もうね、壊れてる。今までこんなに乗ったことない。さらに表示にもうやりたい放題。そして気づけばもう今日の分まくってました。いいよ、走り。さあ、これが気持ち分。さあ、ここで目が光った。だよ、誰が来る、アグロ違う、あるで、あるだと、あるで、バラン。うん、弱い、攻撃弱いよ。20、最低30じゃないんだ。だよね、10もあんのこれ。合わせて30で追撃で意味ないやん。ミサイルの攻撃は大いなる左で、もうこれ終わる流れやん。
しょうがない、よくやった、よくやりました、ありがとう。さあ何も聞いてないけど目ん玉光った。復活パターン、あ出たよアクロさん。このアクロビートはさ、無限の可能性を感じたブタカスさん、カモン、ビッグラッチャレンジ。さあここ強弱が引ければ 100% さらに上位の上乗せがあるらしいです。はい、リプレイ引いたブタカスさん、来い、よし、ブッチャ、カー第2まで行ってもダメなの、これ第3停止でこっちとかないの、ない、あここ行け、ブタカスタム、ブタカスが効かない、ブタカスタム、よし行け、こっからは何も使えません、行け、考えるだ、 50% だ、ただ 50% だけ来い、頼む。さあベルは引いた、ここ、よし、カモン、一生強制にいらないメガカスタム、ラスト、頼む、やりたい、ジョイ、カモン、引いたぞ、え、ブタカス、こいや、こいや、せいや、こいや、せいや、こいや、せいや、古代聖夜でした。50% が世の中で一番難しいです。もう一発入れるわ、ありがとうございました。ダメだこりゃ、Yeah!
ジか。さあこの後からデスマスクオール100です。デッドエンドシンフォニーはいらない。来た。50枚にはちょっと足りず、ここクリアできればおそらく間違いなく超えてくると思います。まくり目指して勝負。アイザックならやれる。よし、さあ中攻撃だぞ。お前中でやられたら全部やられるぞ。弱すぎだろ、急に弱すぎ。それでも4789倍。ざわめく心の声、君はもう人生終了。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。36歳おっさんなので、閉店近くまで打つと急に眠気に襲われて、現在の時刻3時40分。この気持ち、わかる人いますか？ということで、大勝利を収めることができました。多分リセットじゃなかったよね。前回打った時はリセットの手応えがあったんですよ。でもまあ最後の最後、あの1台、最後の AT、奇跡起きましたね。おそらく据え置き天井、そして腹痛からだったと思うんですけれども、もう無理かなと思ったんですけど、急になんか強い AT 出てきたんですよ。何にも引いてないのに。あれ、強 AT 的なものあるんですかね？ちょっとわからないですが、私には。ただ、初めて、今作の聖夜で、やることができました。本日、投資が5万1000円。回収がなんと、8万7000円。ありがとう！セイント聖夜！嬉しくて、夜一杯やろうと思ったんですけど、一杯やる前にも出ちゃいましたからね。そして、ここまでの、聖夜の、朝一、リセット狙い、カニ歩きの、結果の方がこちら。まだ負けてます。次がおそらく最終勝負。やるか分かんないけど、このままいい思い出のまま終わりたいという気持ちもあるけど、ぜひ皆様コメントでやった方がいいか、それともここでやめた方がいいか、あとこうした方がいいよっていうコメントもありましたら、ぜひぜひコメントによろしくお願いします。そして勝利の高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。たぬき自分喜んでるよ。それではまた、バイバイ。あの、繋ぎ方わかんなかったから、これだけとりあえず置いといてみたら。